はい、今日はですね、ムール貝、僕はね、ムール貝大好きで、本当によくパリで、ムール貝をわざわざ食べに行くぐらいですから、パリに。今日はですね、国産の、はい、見てください、国産のムール貝が手に入りました。1500円、ちょっと高いですね。これはうちのスタッフがなかなかそうしょっちゅうあるもんではなくて、魚屋さんに、言ってオーダーして、もらったもので、まあそうやって事前にオーダーするか、あとは前にも一度使ったんですが、味付けの火の入った、外国のパック冷凍がありますので、それも結構美味しいです。そしてこれね、よくもう洗ってるんですけど、見てください、普通こうやって、いろいろこうついて、この口の中にこう紐がついてますから、紐も全部こう中にこう張り込んで、これをもう手で引っ張って取れますので、そしてよく水洗い、こすって水洗いして、これはもう全部取ってきれいに水洗いしております。そして、材料が、前のレシピでメイドテールバターね、ブードメイドテール、これ何番目かな、番号、390、ね、の見てください、万能の、メイドテールバターです。そして、ムールを茹でる白ワイン、なければ水か日本酒でも結構です。そして調理する時の玉ねぎのみじん切りです。強火で煽ってください。まず入れましたら、あと白ワイン、ね、なければ水か、日本酒でも結構です。そして蓋をして、口が開くまで、火を通します。茹でる時にいろいろ白ワインとか、玉ねぎとか、香味野菜とかオリーブオイルとかいろいろ入れる方もいます。今日はもうシンプルに、白ワインだけで、蒸します。大体そうですね、強火で沸騰して、3分強かな。それで口が全部開いたら、火が入ってるっていうことです。ちょっと待ってください。2分経ちました。2分ちょっと見てみましょう。あ、いい感じですね。一度2分経ったら、こうやって上下ひっくり返してください。はい、あと1、2分で完璧です。はい、3分経ちました。ちょっと見てみます。おお、強火で、はい、ほぼほぼ見てください。あ、いい感じですね。これからまた トースターで焼くので、これでほぼほぼ、OK だと思います。この煮汁がね、大変美味しいんです。これを、おお、あっちい、あっちかった。皆さん熱いです。密航からから外します。小さいスプーンでこうすると、あちゃちゃちゃ、あちゃ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 、皆さんよく冷ましてから作業してください。僕はせっかちなのですぐ行きますけど、フランスのムール貝はですね、いろいろサイズがありまして、小さければ小さいほど美味しいと言われております。我々は非常にこれの半分以下ぐらいのやつを、大きさを食べます。こうやって火を通して食べ方と、あとは非常に危険なんですけど、生で食べるんですね。生を食べてですね、毎年何人か亡くなる、必ず、何人か亡くなるんですよ、生のムールを食べて。それでも、彼らは生のムールを食べ続けます。僕も大好きですけど、はい、
はい、これで全部剥けました。そしてニトリさんのよいしょ、ニトリさんの鍋に出汁も、この出汁はね、取っておいて、ちょっと本当にしょっぱいっていうか、ちょっと多かったかな。でここにさっきの玉ねぎですね、玉ねぎのみじん切りを上から散らします。そしてメートデルっていうのは支配人っていう意味なんですけどね、メートデルバターを、はい、これでトースターで焼き上げれば出来上がりです。はい、一番高い240で思いっきり、もう全部火が通ってますからムールにも、これでまあ5分か10分、ちょっと5分で一度やってみましょう。はい、5分で、様子を見ます。はい、5分経ちました。ちょっと様子を見ます。じゃーん、おお、よく煮えております。チチチチ、もうちょいですね、これ5分だからあと3分。はい、5分3分で8分入れました。チンとなりました。おお、いい感じです、いい感じです。おお、このまんま、はい、これで出来上がりです。いい感じですね。ムール貝のトースター焼きなんて前代未聞ですね。ではいただきます。あ、この汁が、あ、熱そうです。まだ、めちゃめちゃ熱いです。めちゃめちゃ熱いですけど、めちゃめちゃ美味しいです。半端なく熱いです。この汁が、もうめ、出汁がめちゃめちゃ効いております。全くお塩を敷いてない、お塩してないんですけど、もう塩分はバッチリです。かなり好きな味です。合わす白ワインは今日はしゃぶりプルムレクリュー、モロフィス、ね、シャルドネでございます。うん、この色見てください。シャルドネのプルミエルクリューですからね。すごいデリケートな酸味とレモンの、爽やかな香りがします。あとハーブの香りもします。なかなかちょっとこの汁、これね、もうスープ代わりに、スープドムールっつっても、うん、スープドムールサレって言っても、熱いです。ああ、塩気が効いて、しゃぶりのグランクリュー、ちょっと塩気が強いんですけども、目的にはダブルグーです。どうぞ、味わってみてください。グーです。